山本義和は日本の俳優である。本名は同じ、ニックネームは山吉美。現代劇にも、時代劇にも出演した、小野松之助一行の日活の重鎮である。1877年9月6日、東京府東京市に生まれる。満18歳を迎える1895年、川上音次郎を率いる審判の川上音次郎一座に入団する。 万22歳となる1899年、同一座の海外公演に参加、アメリカ合衆国党で舞台に立つ。1917年、日活向島撮影所に招かれて、入社22年にわたる長い演劇生活を経て、満40歳を目前にして映画俳優に転校した。入社第一作は、山本の主演作、ノのイで、同年6月30日に、 浅草公園ロックのオペラ館等で公開された。同撮影所は、日活シンパと呼ばれ、山本にも馴染みのあるシンパの芝居を得意としていたが、1922年、田中英座監督の、K ・イエリテン死者後の藤野秀夫イカスター13名、全員退社事件では、たった一人向島を去らなかった、幹部俳優として、その後のシンパから進撃への移行にも、積極的に参加した。 1923年9月1日の関東大震災で向島撮影所は壊滅し、鈴木健作監督の好きなおじさんを最後に日活京都撮影所に移動、酒井米子主演、村田実のり監督のお光と清三郎、山本主演、溝口健二監督の峠の歌に出演。その2本が1924年の正月興行となった。以降、十数年。 京都に在住し、現代劇、特に、小野松之助の没後は、時代劇に主演、重鎮として出演した。日本映画事業総乱昭和5年版、国際映画通信社1934年、日活玉川撮影所が、現代劇のスタジオとして稼働し始めると、同撮影所に、移動、溝口健二監督の、愛蔵峠に、板垣大助役で出演した。 1939年、内田富監督の、と、森永健次郎監督、とどろきゆきこ支援のキャラ子さんに出演した後、同年12月17日に死去した、満62歳没、250作を超える映画に出演した、ありがとうございます。